1996年アメリカ合衆国大統領選挙は1996年11月5日に行われたアメリカ合衆国大統領選挙。現職の民主党ビルクリントン大統領が共和党候補のロバート・ドールを破って再選を果たした。民主党現職のクリントンが好調な米国経済を追い風に最多の選挙人を抱えるカリフォルニア州をはじめニューヨーク。 フロリダ、ペンシルベニア、イリノイなどの大規模州のほか、計31州と首都ワシントンで勝利、選挙人379人を獲得した。共和党のドール候補は、共和党の画像である南部や、中西部の一部トロッキー山脈一帯の、計19州で勝ったが、テキサスを除きいずれも、人口の少ない州で、選挙人数も159人にとどまった。ドールは、 ある演説会場で演壇から誤って転落するアクシデントもあり、当時73歳と高齢だったことから、健康問題への懸念も選挙戦に響いた。一般投票での得票率は、クリントン大統領が49.2%と、目標としていた50%にわずかに及ばなかったものの、92年の選挙からは6ポイント伸ばした。ドールは40.8%。 前回選挙で19%の票を獲得した、ロスペロー候補は8.5%で、選挙人は獲得できなかった。他の政党を見ると、緑の党、リバタリアン党、納税者党、自然報道の候補者は0.1%から0.6%の得票に終わった。投票率は49%と、史上最低であった。 民主党候補現職大統領であるビル・クリントンが80%以上の得票を得て予備選を制した。接戦だった州、編集青字は民主党、赤字は共和党が勝利したことを示す。数字は得票率の差。得票率差1%未満、ケンタッキー州0.96%得票率差5%未満、ネバダ州 1.02%ジョージア州1.17%コロラド州1.37%バージニア州1.96%アリゾナ州2.22%テネシー州2.41%モンタナ州2.88%サウスダコタ州3.46%ノースカロライナ州4.69%テキサス州4.93% 得票率差5%以上10%未満、ミシシッピ州、5.13%インディアナ州、5.58%フロリダ州、5.70%サウスカロライナ州、6.04%ミズーリ州、6.30%ハイオ州、6.36%ノースダコタ州、6.81%アラバマ州、6.96%ニューメキシコ州、 7.32%トクラホマ州、7.81%オレゴン州、8.09%ペンシルベニア州、9.20%ニューハンプシャー州、9.95%。ありがとうございます。